こんばんは、アマツイチハです。今日はこのコーナーでーす。イチハスのアニメ批判。はい、ということで今日紹介する作品は黒の召喚師という作品です。この作品は一言で言い表すと、もうね、もうタイトルみたいなのになってるんですけど、戦闘狂の成り上がり物語、ここに開幕というね、お話です。もう、俺つえーってずっとやってるお話なんですけど、簡単に説明すると。はい、この作品はですね、まず、迷い豆腐先生の作品で、ライトノベルが原作です。ジャンルとしては異世界ファンタジーなろう系となっていて、で、2014年10月から連載されていて、まだね、今、現在も続いている作品でございます。今も続いていて、で、漫画にもなっていて、2018年から漫画にもなっていて、で、アニメが2022年の7月から、9月にかけて、全12話、ワンクール、放送されていた作品です。まあね、今回はちょっとアニメ批評なので、まだまだ続いている作品ではあるんですけども、アニメのお話をしていきたいと思います。まあ、このね、ケルビンですね、主人公が、見知らぬ場所で目を覚まして、で、そうするとですね、まあ、記憶がない、自分が誰なのか、全く記憶がありませんでした。で、記憶が、前世のね、記憶を引き換えに、高ランクすぎる召喚スキルと魔法スキルを得たケルビンは冒険者として生活を始めます。で、強敵を求めたが、求めたがる性格と新人レベルをはるかに超えたステータスにより、もうすぐにね、注目を浴びまして、黒のローブに身を包み戦闘狂な主人公が仲間を集めてトップ冒険者へと成り上がる爽快バトルストーリーということで、まずね、まずその目覚めて、まあ、高ランクスキルとかをくれる女神いるじゃないですか。でもね、女神がもうまず配下になります。で、神なのに、まあ、最初はちょっと姿は見えないんですけど、まず配下になってくれて、で、まあ結構案内とかもしてくれて、で、可愛いエルフの奴隷ちゃんを買って、まあ仲間のパーティーに入れて、で、その後は、一番最初は、まあスライムが仲間になります。可愛いんですよ。スライムキュッキュ言っててめっちゃ可愛くて、まあそのスライムたちが仲間になってくれて、まあスライムすらも、まあ、強いんですけど、で、なんかステータスを隠せるんですね。ステータスを隠せるんですけど、ギルドのね、ディオさんっていうおじさんが、まあ、そのスキル鑑定のね、知識を持っていて、そのディオさんにバレて、まあ、結構いろんな、まあ、強い仕事も振られていって、で、まあ、でも、強いんです。強いんです。はい。で、あ、そう、エルフの奴隷ちゃんの後が、なんかね、ジェラールですね。ジェラールっていう、漆黒の騎士の亡霊。まあ、倒しに行くんですけど、仲間になってくれます。で、あ、ミッション?うん。で、まあ、なんか出会って仲間になってくれて、で、その後にセラっていう魔王の娘が、あ、なんかね、本当は、なんかセラのところは、その、セラの、ちょっと、その、見守り役みたいな人がめっちゃ強いんですけど、まあ、その人を倒して、まあ、倒してでも仲間になればいいのにってなるんですけど、まあ、セラだけが残って、で、仲間になります。まあ、ヒロインの一人ですね。魔王の娘でめちゃくちゃ可愛いヒロインの一人が仲間になって、まあ、そうですね、エルフの子と、その魔王の子と、娘の子と、姉さんして、女神もその実体化できるようになって、で、なんかまあ、そういうハーレムみたいになって、あ、で、なんか途中で、まあ、お米食べたいってなって、なんかお米の国に行くんですけども、そこにも転生者の女の人がいて、で、あ、ディオンさんですね、あ、ディオンさんも、まあ、なんか仲間になってくれますね、あ、とかで、途中でなんか他にも女神が召喚した、転生者がいるんですけども、転生者がいて、まあ、そのケルビンはめっちゃ強いんですよ。もう俺強いなんで、めっちゃ無双していきます。無双していく、もう本当にね、なんか安心感のある無双アニメなんですけど、で、で、途中勇者たちのパーティーをなんかに会って、なんかむしろ鍛えてあげました。はい、っていう話
でしたね。で、最後は、最後はね、S ランク冒険者になるためのミッションをクリアしましょうってなって、で、この、どれ、あ、違う、すいません。その場合にね、リオンちゃんっていう子も召喚します。まあ、弟子欲しいなってなって、勇者しごいた後弟子欲しいなってなって、はい。転生者。あ、違う、ちょっと待って。あ、リオンちゃんは転生しません。ごめんなさい。途中で、すいません、椿さんっていう人が水の国があって、そこの国にも、そこの国に行きます。そこの国で椿さんっていうお女性と出会って、その方がもう転生者なんですね。転生者で、白米を白米をくれます。でその後にリオちゃんっていうリオンを召喚して、で、まあ、弟子にして育てていきます。で育てていって、で最後は、まあ、敵の S ランク冒険者になろうってなって、そのミッションをクリアするために、エフィルですね、最初の奴隷 の、のエルフの女の子、そこの故郷に行くことになりまして、でそこの故郷を守るで戦うんですけど、で、まあ、敵も転生者なんですよ。敵も転生者なんですけど、まあ、最後勝って勝って終わり勝ってよかったねって終わって、でもその人は、まあ、なんかその人もその国に利用されてるんで、まあ、連れて帰られて拷問されるみたいな感じなんですけど、はい、で勝ててよかったねってなって、 S ランク冒険者の、称号みたいなもトライアートみたいな女の子がいて、まあ、認めてもらえてよかったねってなって、俺たちの戦いはこれからだ、まだまだ続いていくっていうお話、まあ、簡単に言うとそういう話だったんですけど、そうですね、もうすごい、まあ、ケルヴィン主人公がすごく強くて、もうずっと無双していくっていう話で、まあ、面白いのかって言われるとちょっと分かんないですけど、安心してもうね、心配とかにならないですね。まあ、ちょっと、まあ、ハラハラもするんですけど、バトルなんですけど、まあ、安心して、まあ、主人公が無双していく、そして可愛い女の子が増えていくっていう、まあ、なんかそうですね、無双ハーレムアニメとして私は、まあ、安心して見ていられて、とても楽しかったです。楽しかったのかな、まあまあまあ、でもそうですね、まあ、なんか俺杖で無双していく、無双、すごい無双していく作品でした。以上です。はい、あとなんかね、狼とか犬みたいなのとかも出てくるし、スライムも可愛いので、やっぱりそういうかね、可愛い女の子プラス可愛いねキャラクターたちも可愛くて、とても楽しかったです。以上です。はい、ちょっと私の説明だけだと分かりにくいので、概要欄に貼っておくので、疲れてる時にもなんか安心して見られる無双ナロー系かな、はい、でした。以上です。この動画最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。チャンネル登録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 。